視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今日は、いつも日曜日にやっている今週の世界とパクユーお届けしたいと思います。そしてここはどこかと言いますと、コメダコーヒーの、新宿店、最近新しくできた店舗ですね。そこで撮ってます。まあ、最近自宅での撮影が続いてて、まあ、絵的にもあんまり面白くないかなっていうふうに思ったので、ちょっと外で撮ってみました。音声がちゃんと撮れてるかどうかちょっと不安ですが、まあ、ちょっとお聞き苦しい点がありましたら申し訳ございませんということで、最後までお付き合いください。この今週の世界とパクユーは、まあ、世界中で起きた、様々なホットな話題をネタに、ラジオのようなゆるいトーク番組、まあ、トークのような、違う、トーク番組のような、内容をお届けしていくという企画でございます。で、今日なんで外で撮ってるかというと、このあと、まあ、今4月15日土曜日の、19時ぐらいなんですけども、このあと映画見に行こうかなと思ってまして、で、明日4月16日にはその映画見てきたよっていうような動画をアップしたいなというふうに考えていまして、その日曜日にやってる企画がこう土曜日に前倒しになったと、そういう感じでございます。で、この新宿のコメダコーヒー、僕初めて来たんですけども、なかなかいい感じです。もちろん、まあ、新しくできたお店なので、すごく店の中綺麗ですし、電源がね使える、こんな感じで席に、僕今ねカウンター席に通してもらったんですけども、電源が使えるっていうのと、あと一応ね Wi-Fi も、各携帯会社の Wi-Fi が飛んでると。で、ね、パソコンでもね繋いでみようかなと思ったんですけれどもね、それはねちょっとうまくいきませんでしたが、結構ねのんびりゆったりできる、いい場所見つけたな、いい場所できたなっていう感じですね。まあ、今日は土曜日なんで結構混んでて、僕もちょっと入るときちょっと並んで、今も、待ってる人がいたりするので、あんまりね長居はできないんですけれども、平日、どれぐらい混むんだろうっていうところ、また改めて来てみて、平日割とね空いてるようだったら、これはなかなか使える場所ができたぞっていう感じで、まあ仕事と仕事の合間のまあ、時間潰しというか、作業にガンガン使っていけたらなと思っています。まあ、コメダコーヒー自体は、僕ここ数年名古屋に出張、仕事で行くことが多くてですね、名古屋コメダコーヒーだらけなんですよ。でそこで、すっかりファンになってしまって、それからね結構ね、見つけたら入っちゃうというか、今これね、たっぷりブレンドコーヒーっていうめちゃめちゃ量いっぱい入ってるコーヒー頼んで、もうなんだたっぷりまったりする気満々なんですけど、で今週はね結構世界の面白い話題というか、面白いって言ったらあれなんですけど、ツッコミどころ満載のニュースが多かったですね。まあ、なんつってもユナイテッド航空 の、 お客さん引きずり出したっていうやつ、あれね僕最初に Facebook のタイムラインにまあ、ニュースのまとめサイトみたいな、ところが投稿した、ものを初めて見たんですね。そこのこう引きずられてるこう絵が出てたりとかして、これが真意のほどはまだ定かではないが、どうなんだユナイテッド航空みたいな、そういう感じの内容だったんですね。で、ああいうのってやっぱネガティブな内容がやっぱこうすごい勢いよく拡散していくんで、嘘だろうって思ってたんですよ。まあ、どうせまた、解釈のこうなんか拡大解釈というか、一方的なこう断片的な情報がこう先行して、まあユナイテッド航空悪みたいな、誤った情報が流れてるんじゃないか、っていうふうに思ってたんですね。でちょっと様子を見ていたら、どうやら本当に悪だったと、結構ひどいことやってたと。いやちょっとねすごい絵でしたね。で、一応、まあ、今日この動画でこの話題話すにあたって、いろいろニュースの記事とか、まあ専門家は語るみたいな記事とかいくつか見たんですけれども、まあ、契約的にはギリギリアウトかセーフかぐらいの
行為だったっぽいんですけど、まあ、やっぱりお客さんのこう心情といいますか、使ってるお客さんからしたらあんな見せられたらたまったもんじゃないみたいなところで、まあ、こう出回った映像も、同じ便に乗っていた人がこうスマートフォンで撮影したみたいなやつがこう SNS で拡散されたみたいなことらしいので、まあその、巨大な力、まあ、権力、会社とかが、まあ、一方的にというか、まあ、従うしかない、ような内容の契約をこうこっちに対して振りかざしてきた時に、お前ら言うこと聞くけどなんかひどいことやったらこっちだってやり返すからなみたいな、まあ、抑止力としてこういうスマートフォンとかSNS っていうその、まあ、個人の拡散力がすごく強くなってるっていうのは、まあいい面もあるのかなっていうようなことをちょっと感じました。まあ、それでね、まあ、殿様商売こうしにくくなるというか、特にアメリカなんていうのは契約にものすごくうるさく、そして強い国なので、今回もなんか話によると、航空会社の権利でお客さんの意思に、まあ関わらず搭乗拒否をできるみたいな、そういう契約になってるらしいみたいな情報があって、僕音楽売ってとかいうところでこう契約の、書類とかいっぱい目を通すことがあるので、まあ、そういうところで例えば iTunes とか Google とかの、許諾してくださいみたいな内容とかよく見るんですけど、まあ結構ひどい内容なんですよ。従わざるを得ないんだけれども、むちゃくちゃやられたらむちゃくちゃになっちゃうみたいな内容が多くて、まあそういうのに対して、こっちはこっちで、お客さん同盟じゃないけど拡散力持ってんだぞ、ひどいことしたら言いふらすぞみたいな、そういう力を、持ってるのはいいことなのかなっていうふうなことをちょっと思いました。まあ、ちょっと長々と話してしまいましたが、あとなんか北朝鮮がミサイル撃つかもみたいな話が今出てるっぽいですね。これはちょっと、やだなって感じですね。要注目というか、まあ、これもね、いろんな情報が錯綜すると思うんですけれども、アンテナを張り巡らして、自分でこう情報の取捨選択をして、まあ、関心を持って見届けなきゃいけない話題かなっていうふうに思います。であとは、まあ、ちょっと、なんだろう、ゆるい系のネタとしてはピザポテトが9倍すると、まあ、なんか北海道のジャガイモの不作でポテトチップスが作れないみたいな話になってるらしくて、カルビーと、小池屋のポテトチップスがガンガン販売休止になる、販売終了すると、そういう状況になってるらしいです。で僕この間まあ、ちょっとタイムリーですね、カラムーチョに対してこう熱く語るみたいな動画アップしたんですけれども、今回カラムーチョはセーフっぽいです。なんですけど、特に話題になってるのが、ピザポテト、これ結構ファンが多いらしくて、まあ、僕もたまに食べるんですけど、ピザポテトが全部9倍になると、それでなんかオークションで高値で取引されてたりとか、まあ、また面白いことになってるみたいです。ネットで調べるとね、終売商品、9倍商品みたいなのがこう一覧になって見れるんで、ちょっと手がプルプルしてきた、見れるんで、皆さんね、ポテチ好きはぜひチェックしてみた方がいいかなと思います。で、近くのコンビニ、スーパー、マジで手プルプルしてきたな。近くの、コンビニとかスーパーとかで見たときは、ちょっとね、買いだめしたらちょっと良くないけど、まあ買っとくといいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思うんですけれども、最後に、パクユのお知らせ、来週の、4月22日赤坂の、ライブバーライムという場所で、ライブします。
詳細は説明欄に、書いておきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。かなりね大人な雰囲気の、ライブバーでの演奏になると思います。ぜひ、まあ、大人から子供まで老若男女問わず、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。そんなところですかね。ということで、まあ、明日の、今から見る映画についての動画もぜひお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。